だこれが早めに入った人のメリットなんですよ、うん、もう最初聞いた時はなんでホワイトニングカフェにっていうのがあったんですよね、はい、うん、12月10日土曜日に FC 本部の作り方と FC の選び方のセミナーを2つやります。詳しくは LP を見てください。気合を入れて資料を作ってますんでご期待ください。はい、今回はですねこれ FCMA チャンネルなんですけど、なぜか前田さんと、はい、それからこちら真ん中にいらっしゃるのはですねホワイトニングカフェとイヤシープのオーナーさんで寺尾さんっていう方なんですよ。知ってる方は結構知ってるんじゃないかっていうオーナーさんなんです。で今回まあちょっと面白い企画がありましてこの3人で始めたいと思います。じゃあ企画の内容をちょっと前田さんの方からそうです ね一応僕も MA チャンネルは初出演なんですけど、うん、まあ、このチャンネルに出させてもらってるということは企画としては FC チャンネルで M&A をやってみようと、うん、そうなんですね、はい、これはまあ本当にいろいろ考えてこういう企画をしようということじゃなくてちょっと話が先にありきでだったらこれ面白いんじゃないっていうノリです、うん、そうですね、だから普通によく聞いていただかないとちょっとなんか企画がわからないかもしれないんでよく聞いてほしいところですね。はい、そしたらじゃあ経緯を説明する前に、はい、まあ、まず寺尾さんの方から自己紹介をお願いしてもいいですか、ね。はい、はじめまして。千葉県の柏でホワイトニングカフェ柏店とドライヘッドスパ専門店イヤシープ柏店のオーナーさせていただいてます寺尾と言います。よろしくお願いいたします。なかなかね経歴をすごい方なんですけど、まあ、それはまた後でということで、はい、寺尾さんがもともと FC チャンネルを2年ぐらい前からですかね。そうですね、ご覧いただいてたということで、そこでホワイトニングカフェが確か日経の FC ショーにちらっと映ったっていう回があったじゃないですか。そこを見て結構早めにホワイトニングカフェに加盟したんですね。そうですね、そうですね、うん、結構広い部屋だったんですよ借りたところが。そうですね、で空いてるスペースがあるので20坪ぐらいですかね。20坪あります。で10坪弱空いてたんで空いてるところで何かできないかっていうことで曲がりでイヤシープを始めてちょっとご縁ができたと、うん、はい、いうところなんですね。で、まあ、最終結論から言うとそこを今2店舗ホワイトニングカフェとイヤシープ運営してるんですけど、まあ、この度いろんな事情があって売却をしたいということでこの会に至るというところです。はい、で通常ねこういうのって売却したいんですって言って公開で話なんかしないんですよ、はい、クローズドですよ、はい、クローズドです。フランチャイズチャンネルで常に言ってるようにオーナーチェンジっていうのは善なんです。僕はそういう立場でね常にずっと言ってる。フランチャイズっていうのはオーナーチェンジがあるっていうことはフランチャイズ本部にとってもオーナーにとっても売るオーナー買うオーナーにとって全部いいっていう風なオーナーチェンジってのはできるってことを言ってるんですけど、まあ通常は裏じゃないんだけどクローズで行われるんですよ。でも今回この FCMA チャンネルっていうものができたこともあっていろいろ気になるじゃないですか。クローズで行われるっていうとね、極論寺尾さんからどっか誰かいませんかって言われたら、まあ後から話しますけど、まあ儲かってる店なんで赤字でもないんで金額によりますけどもいるんですよ。もうすでに立ち上がってて利益が出てんだから。だけどせっかくこういうチャンネルができたんで寺尾さんのご了承もいただいたんでこういう感じで MA って考えるんですよっていうね、小規模 MA ね、フランチャイズ店舗2店舗みたいな、まあ、そういうのをちょっとやってみようっていう感じです、ね、はいはい、何から聞いていったらいいんですかね。こういう場合はフランチャイズを加盟したところからなのか、まあ、まず今ホワイトニングカフェ何年やってますか。2021年の8月オープンです。なので1年と 3,4 ヶ月1年と3、4ヶ月、はい、イヤシープは最近ですよね。イヤシープそうですね、4月なんで今7ヶ月ぐらいですね。ぐらいですね、はい。で結局今売り上げとかっていうのはどんな感じですか。直近売上的には200万ぐらいですね。お店として200万ぐらいの売上があります、はいはい。まあ、曲がりなんで同じ部屋に半々で分けて2業態入ってるっていう、はい、収支的にはちょい儲かってるくらいですか。そうですね、手残りとしては大体そうですね 20% から 30% ぐらいなので月々 4,50 万ぐらいが手残り残ってるっていう、そんな感じですね、まあ、もちろん寺尾さんが店に入ってたりはしないっていう、ね、しないです、はい、だから基本的に僕なんかから見たら立ち上がった後でそれなりに安定期には入ってるっていう感じで、はい、こっから今のやり方で2倍3倍4倍になっていくっていうことでもない。そうだったら売らないんだろうけど、いやいや、そんなこともなくて、まだ店舗の中が予備のスペースとかあるので、うん、例えばそのイヤシープのもう一つブースを増やしたりするとまだ 1.5 倍とか2倍っていうのは全然狙えるかなと思ってます。なるほどね、はい、ホワイトニングカフェとイヤシープでちょうど100万ずつぐらいの売り上げがあるんですよね、うん、そうですね。そうすると店を人に任せてて 4,50 万手残りがっていう状態なんで、はいはい、まあだからこれ売ってくれって言われたら全然売れるんですよ。お願いします。例えば武田塾で寺尾さんが自分オーナー教室長としてやってるっていうんだったらこれは当てにならないじゃないですか、うん、その人が辞めちゃうんで
人雇ってやってるわけですから、ある程度数字は読み込める。まあ、こういうのはトラックレコードみたいな言い方をしますけどね、過去のこうやってホワイトニングカフェが最初赤字のところからこう売り上げが上がってこうなりましたよとか、癒し一歩はこの分こうやって立ち上がってこうなってますよとか、はい、まあ、そういうもう数字が全部あるわけですよね。だからリスク的には非常に少なかろうということなんですよ。となるとね、今度は必ず皆さん頭がいい方が思うのは、何で売っちゃうのっていうことなんですね。この売却理由っていうのが大事なんですよ。なるほど、はい、僕がそのフランチャイズ加盟させていただいた理由としては、まあ、脱サラのきっかけとしてスタートさせていただいたんですけれども、やっぱりこう店舗を1年と数ヶ月で経営していく中で、まあ、自分自身で得意な部分と、まあ、ちょっとこう苦手な部分っていうのがこの1年数ヶ月で見えてきて、このまま僕がこの柏という地でこの店舗を続けるよりは、まあ、そんな僕の苦手な部分を補っていただけるようなオーナーさんがいれば、まあ、店舗としてはもっと大きくなりますし、あとはそれぞれの本部の方々もハッピーになるんじゃないかなと思って、まあ、そういったことでこう決意しました。はい、うん、これは今聞いてる皆さんどう思ったか分かんないですけど、僕はよく分かる気がします、うん、だいぶなんかオブラートに、ね、包んでる部分がありましたけど、うん、だからやっぱり利益が出てりゃいいってもんじゃないんだよね、うん、でこういうケースも僕は結構あると思うんですよ。だから、まあ、もうちょっと僕なりにぶっちゃけて言い換えちゃえば、ちょっと向いてない部分があるんですよ、オーナーとしてね。それを感じるんで、そこまで気合が入れられないと、はい、で自分と別なオーナーの方が入れていただけるんじゃないかということだと思うんですよ。でここであと重要なことは柏だということなんですよね、うん、これは我孫子で竹田塾をやられている佐藤さんには申し訳ないですけど、柏っていいんですよね、エリアが大きいんですよ。だこれが早めに入った人のメリットなんですよ、うん、いいエリアを取れてるから、柏だったらもっと伸ばせるだろうって思う人は結構いると思うんですよ。これ大事なんですよ。だからそういうオーナーにチェンジしてもらった方が、もうそういうアドバイスをする気がしますね、はい、前田さん何か。そうですね、まあ、さっきの寺さんの言い方すごい優しく言ってもらっててでも視聴者はこれだと満足しないと思うんですよね。じゃあ具体的にじゃあ何が苦手な部分だったかっていうところで言うと、まあ、僕も寺尾さんともう何十回も会ってますよね、はい、で結構もう説教じみたことも相当ね言って、小林さん厳しいからね結構ね、はい、じゃあ実際どうでしょう。僕でも的確な何ですかね、指示といいますか、はい、コメントいただいて、はい、エピソードトークで言うと、初っ端ホワイトニングカフェで従業員さんが何かその辞めちゃった時期があったんですよね、うん、イヤシープをやるっていう時に、うん、でイヤシープの面接をこれから人採用していこうっていうところに僕も入ったんですよ。でその時寺尾さんが面接して、結構冷徹な面接というかロボかっていうくらいこういう質問はこれじゃ人取れないっすよって、めっちゃいい子来てたんですよ。その子絶対取った方がいいって言うけど、結構もう圧迫じゃまではいかないけど、まあ上からわかります、わかる。それどうなんですかとかって見てたら、いや全然寄り添い感ないじゃんみたいな、でそんなに絶対取れないからって一回怒ったことがあって、わかるですか。でそっからまあ心を入れ替えてでやって、まあ、いい感じで来てたけど、まあ、途中それでまた人が何かが辞めちゃったりとか、まあ、そういう本当生々しいこう離職とかがあって、やっぱ人間関係のマネジメントの部分ですごい大変だったっていうところが多分一番のところです、ね、まあそうですね、採用の部分だとか人の定着という部分では少し日々こう神経使った部分でありますね。まあこれはですね、実は寺尾さんってすごい会社に勤めてた方で、まあ、そういうところにもこう影響するんですけど、それはまたねちょっとフランチャイズチャンネルの方でちょっと一本ね引っ張るんですね、そこは、うん、それはちょっとここは、はい、フランチャイズチャンネルの方でやりたいな、めっちゃエリートっすから、そうなんです、めっちゃすごい会社に勤めてた方なんですよ、うん、ね、で脱サラなんで、もう最初聞いた時になんでホワイトニングカフェにっていうのがあったんですよね、はい、うん、まあその辺はまたフランチャイズチャンネルでやりましょう。で、はい、次回ですね、この続きとして竹川さんに入ってもらいまして、専門ですから、はい、細かく見て、どういうポイントがあるかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います、はいはい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで